ブシロードグループゲームビズ株式会社ゲームビズは、コンピュータゲーム及び関連ビジネス情報のニュースサイト、ゲームビズ及びアニメ情報のニュースサイト、アナミレコーダーを運営する日本の企業。ブシロードグループに属する、証券専門識者やゲームデベロッパーの上場準備、広報担当を務めた木村秀彦が2010年に開設した個人ニュースサイト、 ソーシャルゲーム情報が前進。運営主体は、翌2011年にグループスの出資を得て、ソーシャルゲームインフォ株式会社の名称で法人化し、コロプラ傘下を経て2020年9月より、ブシロードの子会社となった。開設当初は、サイト名の通りソーシャルゲームや、オンラインゲームのサービス開始、終了に関する情報が中心であったが、運営主体が法人化して、 以降はゲームメーカーや近煙のメディア関連企業の買収や資本、業務提携、官報掲載の決算広告に関するビジネス系のニュースも取り扱うようになった。姉妹サイトにアニメ系ニュースを取り扱うアニメレコーダーがある。2021年10月時点では以下の2サイトを運営している。ゲームビズはコンピュータゲーム及び関連ビジネスの情報を取り扱うニュースサイト。 サイト名は法人化した2011年以降、長らくソーシャルゲームインフォを称していたが、ニュースの取り扱い範囲がソーシャルゲームやオンラインゲームにとどまらなくなったこともあり、2021年7月27日より、開設当初からの URLGAMEBIZ.jp に合わせたゲームビズへ解消運営企業の名称も同年9月1日付で、 株式会社ゲームビズとなった。名称が類似する gamebusines.jp s,、I N e s, s. J P、は競合サイトの一つだが、e ードの運営であり、ゲームビズと資本、人事等の面で直接の関係はない。アニメレコーダーはアニメ関連の情報を取り扱うニュースサイト。2014年に開設され、2019年8月に当時のソーシャルインフォが 運営権を取得して姉妹サイトとなったアニメレコーダーに関するカテゴリーありがとうございます。